一とせ駅前通り市街地にかかる千歳橋千歳市は北海道中部に位置し、石狩振興局に属するし、北海道の空の玄関口である新千歳空港があり、国内線の東京、札幌間は単一路線としては世界一の乗降客数を有している。国際線と合わせた乗降客数は年間約2000万人に達している。市内には空港があるほか、 高速道路や港にも至近距離であることから工業団地が集積している。札幌市中心部までは車でおよそ1時間、鉄道で約30分から40分で行くことができる。また、陸上自衛隊第7師団と航空自衛隊第2航空団の基地や演習場があり、自衛隊と共存した社会を築いている。陸上自衛隊東千歳駐屯地、北千歳駐屯地、 航空自衛隊地歳基地の合計隊員は推定で約8700人で、退役者や隊員の家族を含めると、市内人口の約25%を占めている。基地の存在は、若年層の流入にもつながり、令和2年の15から19歳の転流増加は440人に及んだ。こうした事情から、同年の地と摂取の平均年齢は43.5歳で、 北海道一若い町となっている。現在の千歳川は、アイヌ語では、シコッペと呼ばれ、この地方もそこから、シコッと呼ばれていた。石狩平野の中心部にあたる、この地には、太平洋から、宇都内湖、耳川を遡って、分水嶺を越え、千歳川から石狩川を経て、日本海へと至る、ルート、シコツコエがあり、1658年には、 現在の地と神社がある場所に、心し、骨弁転生者が造営された。1805年に、当時の死骨、場所担当だった函館奉行長駅並山田恋、兵衛上み鶴が、死骨は、死骨に通じ縁起が悪いとして、函館奉行旗西洋に新しい川の名を依頼し、旗はこの地に、多くの単調が生息していたことから、鶴は千年、亀は万年の古事にちなんで、 四骨川を千歳川と解明し、これが千歳の地名の語源となった。地域は東西に長く広がっており、面積は5 9 4 5トル。西部は山岳地帯で四骨東野国立公園になっている。市街地は石狩平野南部に位置しており、標高1 5ル前後の低地である。千歳飛行場付近には日本国内で最も低い標高25。 メートル前後の分水例がある。東部は馬追い給料がある、丘陵地帯になっている。豊かで成長な水資源に恵まれており、内別川湧水の水は、名水百選に認定されているほか、2009年には、千歳の社、濃い水として、市内で販売された、四国湖は、故障の水質ランキングでたびたび、日本一になっている。四国湖湖畔には、温泉がある。 山地河川湖小地と接種の気候は、太平洋と日本海の気象影響を受ける分岐点に、あり、年間の平均気温接種7度前後と長野県、軽井沢町とほぼ同じで内陸型の気候となっている。冬の寒さは厳しくマイナス20度を下回ることも、多い寒冷地であるが、比較的晴れることが多いので快適である。夏は内陸にありながらも太平洋の影響を受けて、冷涼である。 年間の降水量、降雪量ともに、北海道口では比較的少ない地域であり、札幌県の中での降雪量の少なさが空港立地に最適とされた。最高気温の極地は2011年8月11日に観測された摂氏34.2度、最低気温が1966年1月19日に観測された摂氏30.7度。 最大瞬間風速が1974年4月21日に観測された秒速34.6メートルとなっている。平成27年国勢調査による人口世帯数は95,664人4万614世帯で人口増加数は札幌市に次ぐ北海道内第2位となった。 2011年8月には、北海道内で10番目の人口規模になった。消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。千歳は、札幌の低地帯という仏原屋の間にあり、太平洋と日本海をつなぐ、交通の要衝、千歳越え、四国越えとして知られていた。の地名は文献に、 初めて登場するのは1660年の福山岐阜と言われており、その後の記述には、心骨し、が登場している。この地域は、愛のと和人が交易する場として16の場所があり、江戸時代には、有仏場所に編入されて千歳川海所が置かれている。千歳略年表参照市長基地大作地千歳市は、自衛隊基地、地域における、 生活環境またはその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を防衛大臣によって考慮された結果として防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条の特定防衛施設関連誌に指定されており例年は特定防衛施設周辺整備調整交付金を中央政府より受け取り公共事業や 教育経費など様々な用途に使用している。平成27年度の交付金事業は全40事業で、交付金合計額は7億8258万2000円となっている。また、現在継続中の特定防衛施設周辺整備、調整交付金基金事業数は平成28年9月1日時点で4事業が継続中で、 合計事業費総額は13億4362万4000円ほどである。北海道防衛局事業として、航空機騒音に伴う住宅防音工事の助成や航空機騒音に伴う移転措置事業があり、飛行場の騒音は低下傾向にあると市は説明しているが、市民は窓を開けられないため、夏は高温の室温で生活しなければならず、防音助成は、 昭和57年3月告示後の新築住宅には適用されず、また、女性基準は、うるささ指数 75WECPNL 以上の住宅しか対象にならず、また、深夜早朝、土、日、祝日の飛行、午後10時から午前7時までの就寝時間帯でも無規制で飛行しているなど、未解決の騒音問題があることを、市は認めている。 このような事情から、千歳市は、国防に伴う、諸障害は一部の国民のみが負担するものではなく、広く国民全体が負担すべきであるとの考えのもと、騒音対策を中央政府に求めている。在日米軍再編にあたり、2005年10月29日の日米安全保障協議委員会合意により、在日米軍訓練は、米軍航空施設から他の軍用施設へ、 分散拡大されることになり、同年10月31日に札幌防衛施設局は、千歳飛行場を訓練分散候補地に指定した。これ以降、千歳市は在日米軍訓練受け入れ自治体として、在日米軍訓練対策を実施することになり、関連情報を市民に提供している。終戦後の1945年10月から、 連合国軍最高司令官総司令部による部隊進駐、加えて1952年に創設された保安隊により、市内には一時数万人規模の基地関係者が居住するようになった。1950年頃からは、彼らを目当てにしたビアホールやパンパンハウスなどで構成される、観楽街も基地外に広がり始め、1953年時点で、 九州方面からやってきた1300人の売春婦が営業活動を行っていた。売春行為から派生して、麻薬法、外為法絡みの問題が続出したため、日米合同委員会風紀部会は、他の基地と共に協議会を設置して、対策を検討することとなった。また、市と瀬市も、なお、特殊化島業行に関する特別措置条例を検討するなど、独自の対応を模索した。 なお、市内の風紀の乱れは、競技会などの活動に関係なく、1954年から始まった第一期兵隊の撤退により急速に沈静化していった。市民憲証、都市宣言千歳市民憲証世界をつなぐ北の大空、千歳川の清い流れ、開拓ここに一世紀、私たちは誇りある千歳市民です。強度の発展と、 お互いの幸せを願い、この検証を掲げて、力強く前進を続けます。昭和54年7月1日制定都市宣言、池田と和田が最初に対決した北海道国衆議院議員補欠選挙の市町村別結果、千歳市は和田の得票が大幅に上回ってる。市議会党派は自民の一協状態で、千歳は自衛隊の町だけに自衛官 OB の市議が、 多数いるのが特徴。選挙では、新人を含めて、出身組織の現役自衛官は元より OB、家族を含めた、水面下での支援者の囲い込みや奪い合いは、必死ととまこま民放者は分析している。同議会も、定数2を、自民党が独占し、国政においても厚別区や北広島市の、都市リベラル層を表伝とする、池田巻に対し、千歳市の自衛隊病を地盤とする、 和田義明の対決が繰り広げられている。市議会条例定数25名、議員数24名。議長は佐々木正宏。定例会時期は例年3月6月9月12月。常任委員会は総務分教、構成環境、産業建設の3回がある。2020年8月1日時点の会派構成は以下の通り。 2015年4月26日から同年6月9日にかけて実施された、千歳市議会に関する市民アンケート調査によると、回答者のうち議員報酬の減額を希望する市民は64.5%、議員定数の削減を希望する市民は78.9%であった。定数削減を希望する回答者には、無投票になった理由は、議員が多すぎるから、 千歳市は自衛隊の町、一般市民から考えた場合20名ほどで、十分、100%原案通り可決されては議員じゃ、なく行政の仕事そのままでは、などとコメントする者もいた。この結果を受け、千歳市議会は2016年12月、議員定数を2議席減らす、定数削減案を議決した。同議会衆議院千歳市は2016年11月から、 千歳市行政改革基本方針を策定し、行政改革の対抗、実施計画、定員的成果計画を推進している。予算財政指数航空管制等千歳市には、陸上自衛隊東千歳中駐屯地、北千歳中駐屯地、航空自衛隊千歳基地の各部隊が所在している。陸上自衛隊第7次団は、北部方面隊に属する陸上自衛隊唯一の 気候師団として、戦車を主体とした重戦力を保有しており、東千歳トン地に、師団司令部を置き、石狩管内南部地区と胆振、日高管内、空地管内の一部を警備担当区域としている。第一特化団は、北千歳トン地に、団本部を置く陸上を自衛隊唯一の特化団であり、地体艦誘導団、自走榴弾砲などを有する野戦砲部隊である。 1> 第1校舎特化団は東千歳中屯地に団本部を置く陸上自衛隊最大の校舎特化団で航空自衛隊と連携して北海道の防空を担っている航空自衛隊千歳基地は北海道の第一線航空基地として北部航空方面隊に属する第二航空団が展開している第2航空団は戦闘航空団で 北日本全空域の領空侵犯に対処するほか、陸上、海上自衛隊の作戦行動に対する支援に当たっている。また、基地には日本国政府専用機を運用する特別航空、輸送隊を配備しており、千歳飛行場に格納庫がある。千歳管制隊は、千歳飛行場、新千歳空港とその周辺の空域の航空交通管制業務を行っている。 舞台東千歳中東地北千歳中東地、千歳基地独立行政法人特殊法人、東海外国内千歳市の産業別人口の構成比は、第1次産業が2.7%、第2次産業が17.9%、第3次産業が73.5%になっている。事業所は宿泊、飲食サービス業と、運輸、郵便業の割合が高いほか、 製造業の従業員数の構成費が高いことが特徴になっている。これは、四国湖などの観光地があること、新千歳空港の利用者による宿泊が多いこと、飲食については若年者が多いこと、千歳市は一事業者あたりの従業者数が多い、比較的大規模な工場が立地していることが挙げられる。農業では農業基盤整備をもとに大規模経営と近代化を進めており、 作付け面積の大きい作物に小麦、天才、大豆などがある。水産業では酒桜マスの孵化、放流事業が行われており、日本海の北海道西部海域における酒マス増殖事業の中心的な役割を担っている。他、四骨湖では姫マスの孵化事業を実施している。工業では、工業団地、工業系団地への企業の立地件数は250社を、 超えており、千歳市の製造品出荷額は、北海道口で、苫小牧市、室蘭市、札幌市に次ぐ、第4位となっている。工業団地商業では、新千歳空港の空港ターミナルビルや、北海道内最大級のアウトレットモールがあり、北海道内外から幅広く集客する商業施設になっている。商店街は、商店街振興組合連合会に6つの、 商店街振興組合と一つの振興会が加入している。商業施設ショッピングセンタースーパーマーケット、物流新聞社電力ガス、上下水道効率地と科学技術大学本部旨、地と市の認定子ども園、保育園、小規模保育、事業所内保育等参照認定子ども園、認可保育所幼稚園、地と市の幼稚園参照新地と空港国内線。 ターミナルビル新千歳空港国際線、ターミナルビル新千歳空港駅改札口南千歳駅千歳駅、西口千歳にはジャンクション道の駅サーモンパーク、千歳多くの特急列車が南千歳駅に停車しているが、JTB 時刻表では乗降数が多い千歳駅が中心駅になっている。なお、室蘭本線追い分け駅三河駅で市内東部を通っているが駅はない。 路線バス都市間バス小型車の初乗り上限運賃は550円。中型車の初乗り上限運賃は570円。高速道路国道道道の駅山線鉄橋国指定市指定施骨湖、エリア市街地エリア東部エリア50温潤社会、有識者スポーツ文化、芸能報道、メディア50温潤行政産業観光。ありがとうございます。